こんばんは、高野くもです、コメント返しをしていきたいと思うんですけれども、ですね、ちょっと前にアップしたコメント返し ESP が好きというタイトルの動画にいただいたコメント紹介しますね、コメント返しマイルスの ESP あとミンガスのワークショップというタイトルの動画ですけれども、まずはエンちゃんさんからいきましょうかね、はい、動画配信ありがとうございます。取り上げていただき恐縮です。ショーター4部作中で、まあ、ショーター4部作っていうのは、ショーター3回4部作はですね、ESP、マイルス・スマイルズ、ソーサラー、ネフェルティティの4枚なんですけれども、この4部作の中で ESP はマイルスの曲、マイルス作の曲が4曲入っていて最多。他3作ではマイルス曲はほぼ消えますが、クインテットの完成度が上がって最高潮に達したネフェルティティがやはり素晴らしいと思います。表題曲、まあ、ネフェルティティですね。あと、フォール、ピノキオと、名演で無駄な音がなくてクオリティが高い。個人的にはフットプリンツが入っているマイルス・スマイルズも捨てがたいですが、てんてんてんというコメントでございました。エンちゃんさん、どうもありがとうございます。そして私はこのように返信しました。返信っていうレベルじゃないですけどね、ソーサラーは、ソーサラーは、ソーサラーは、はてなかっこ笑いって。ソーサラーの感想も聞いてみたいなと思った次第でございます。ほら、マイルス好きのエンちゃんさんから、はどのようなコメントをいただけるのかちょっとね気になったんですね。というのはあんまり私の周囲だけかもしれませんけど、ソーサラー好きってそんなにいないんですよね。スマイル好きはいます。でネフェルティティ好きもいるし ESP 好きもいるんですけど、一番多分4枚の中でソーサラーが人気一番ないような気がするんですけど、それは気のせいでしょうか、ボブドローのせいでしょうか。まあそれはともかく、いや私はそれこのアルバムでボブドローを知って、ボブドローを割と好きになったんですけどね。まあ、ソーサラーの感想、どなたかですね、エンちゃんさんも知りたいし、他にもソーサラー好きな方がいらしたら、わしはソーサラーのここが好きじゃいというようなコメントをいただけるとありがたいです。どうもありがとうございます。日野橋本さんからのコメントも紹介いたしましょう。ジャズラボラトリーなんてのもありました。まあジャズワークショップに対しての返信だと思うんですけどね。で ESP 大好きです。今では確かにショーター4部作が決まり文句となっていますし、確かにショーター参加後のスタジオ録音の4連作です。でも個人的には ESP とマイルス・スマイルズは単体、ソーサラー・ネフェルティティはなんとなくついで語られるという扱われ方がしっくりきます。発売当初はそんな聞かれ方をしていたように思います。違っていたらごめんなさい。少なくとも私の周辺や私自身はそういう受け取り方をしていました。私は ESP が好きでしたが、マイルス・スマイルズはコンスタントに人気があったように思います。個人的には ESP とマイルス・スマイルズの前後2作品としてのつながりが、どうもぶっつりと切れたままに思えて、私もそうですね、マイルス・スマイルズがうまく耳に入ってきませんでした。私はマイルス・スマイルズが一番最初に耳に入ってきたんですけど、まあいや、広瀬下さんのコメントに戻ります。ただし、その後、プラグド・ニッケルが日の目を見ることによって、ああ、なるほどな、と納得がいきました。クモ村長は、ESP はアフタープラグド・ニッケルと、ポロッとつぶやいてくれましたが、私ね、ESP 以降がアフタープラグド・ニッケルって言ったつもりだったんですけども、ちょっと、聞き返しないんで分かんないですけど、 ESP を挟んであれなんですよね、プラグドニッケルなんですよね。だから一つの大きな隙間になってるんですよ。 ESP を吹き込んだ後あれなんですね、マイルスは長期療養生活に入ってしまう、入院生活して、でその間もう何ヶ月かね、ショーターとかハンコックとかトニーとかロンはせっせっせと、せっせっせの余裕じゃない、せっせとブルノートで新種類派の機種としてですね、さまざまなレコーディングに参加しているんですね。それでマイルスが退院して満を持してシカゴで過激な演奏を繰り広げたと。で過激な演奏を繰り広げて、そこで身につけた、まあ修羅場をくぐり抜けた人たち、猛者たちがねですね、ただ単に楽器がうまいだけじゃなくて、楽器演奏がうまいだけではなく、何かこうフリージャズ一歩直前のような本当に緊張感ギリギリの演奏をくぐり抜けてきた人たち、もう一皮も二皮もきっと向けたんでしょうね。トニーもロンもね、ハンコックもね。でそういう人たちがちょっとこわもてになって録音したのがスマイルズ以降の作品なんですね。そういう意味で私言ったつもりなんですけど、ESP がアフタープラグドニッケルと私言っちゃったかな。だとしたらごめんなさい、間違いです。 ESP
で、あのスマイルズとソーサラーとネフェルティティはアフタープラグドニッケルなんですね。そのつもりで言ったんだけど、どうなんだろう。でもまあ広瀬橋本さんがね、そういうふうに聞こえちゃったということは、きっと私ポロッと間違えてつぶやいちゃったんですよね。ごめんなさい。で、ESP は1965年1月、プラグドニッケルは1965年12月なので、ESP はプラグドニッケル前夜だったわけです。マイルス・スマイルズはプラグドニッケルで、メンバー各自がアコースティックでやることをやり尽くし、一度ゴアさんにした上でショーター参加のマイルス・デビス・クインテットが生み出した新機軸だったのだと思っています。めでたしめでたしとのことでした。広瀬橋さん、どうもありがとうございました。それで私は、このように返信してますね。クモ村長は ESP はアフタープラグドニッケルとポロッとつぶやいてくれましたが、ってところさすが聞き逃してませんね。あの4部作には ESP とそれ以降の3枚と大きくテイストが分かれていると私は感じています。そうだから断絶みたいのがあるんですね。あと時期的なブランクもやっぱあるんですよね。あの時期的なブランクプラスそういうレコーディングとレコーディングの合間に結構激しいライブ演奏を繰り広げていたということもあると思うんですけどね。で、やはりギャングの街シカゴで修羅場をくぐり抜け、一皮も二皮も抜けたメンバーたちが繰り広げる演奏には凄み（カッコスマイルズ）、有限（カッコソーサラー）、陽気（カッコネフェルティティ）など演奏テクニックにプラスアルファされた何やら変な（カッコハテナ）変なオーラもまとわりついてきたように感じるんですよね、と私は返信してました。だからあの ESP は、まあ、比較的健康的なイメージなんですけれども、だんだんあのスマイルズ、ソーサラー、ネフェルティティと進むにつれてどんどん病的になっていくというかですね、なんかそんな感じが私はしますけれどもね。多分同じような感触を多分広瀬橋本さんもお持ちなんじゃないかなと思いました。広瀬橋本さん、どうもありがとうございました。で次、長井質問さんからのコメントですね。 ESP いいですよね、かっこいいです。基本マイルス・スマイルズが私がは一番好きなんですが、点々は私もです。で ESP 好きな人はいるんでしょうか、聞いてみたいですよね、ということでした。ESP もいいアルバムですよね。まあ、広瀬橋本さんは ESP 好きみたいなので、また追加コメントをお待ちしたいと思います。で、次はですね、小田陳トローさんからのコメント紹介しますね。確か昔日本でジャズファクトリーというグループが実在していましたよね。また、性行為、かっこ性行為、正式には生活向上委員会というグループも実在してましたよね。今ならアウトかも。セバベースのオマスズさんもダメかも。セバってなんだろう、セバスチャン違うと。セバベースのオマスズさんもダメかも。あ、オーマさんね。で、それと私が嫌いな言葉にコラボレーション、過去コラボというのがあるのですが、なんだか実に怪しい匂いがするな。思わずスカッペが出そうだし、スカンクのヘッってことかね、スカヘ、スカ、カタカナ、スカヘが出そうだしと。で、通信、オスカー・ピーターソンがわしの後継者だ。と言ったとか言わなかったとか、で、有名な日本人男性ピアニストの名前、さっき、へをした瞬間に突然思い出しました。小曽根誠さんでした。記憶から全く消えてしまっていたので、そしてへをして思い出したということですね。小田陳さん、どうもありがとうございます。前か前ぐらいの動画に私、あ、そういえば小田陳さんのこのコメントを読み上げているときに、確か小曽根誠かななんてコメントした記憶ありますけど、そう、思い出してくれましたか。やっぱへは偉大だね。おならすると思い出したりとか、いろんないい効果が、健康上のいい効果があるのかもしれませんね。まあ、よくわかりませんけれども、まあ、神経伝達物質を促進する働きがあるのかもしれませんね。この、なんていうか、こう、神経がぐるぐる巡っている血行が良くなるのかもしれませんね。こう、体中に詰まった血液とか、あの、神経伝達物質が、ちょっと、へのガスによって滞っていたのが、スーって出ることによって、ささささっと記憶の回路の中を流れる、なんか電流とか血液とかが、こう、うまく循環し始めて、それで、おぞねまことだーと思い出したのかもしれませんけど、まあ、どうでもいい。まあ、確かにコラボ、怪しい匂いがするなぁ。一時期なんかコラボコラボって話ね、猫も着手も言ってましたけど、最近あんまり聞きませんよね。コラボレーションとかコラボとかね。で、それに対して釜石さんからはこのようにコメントをいただいてますね。コラボという語は私も大嫌いです。テレビ業界で使われ始めたのかな。まあ別に私コラボということは好きでも嫌いでも何でもないんですけど、大嫌いというほどそんなにあれなのかな、うさんくさいというか、あれなのかな、怪しいのかな。そういえば昔デトロイトデトロイトメタルシティを見たというね、映画を見たんです。漫画も読んだんですけど、漫画じゃなくて映画の方なんですけど、まあアニメも見たんですけど、アニメじゃなくて映画の方なんですけど、松山ケンイチが主演なんですけれども、そこで
鈴木一馬が演じる怪しいクリエイター、いかにも業界人おっしゃれみたいなね、なんか代官山でになんかオフィス持ってます系のなんかクリエイターかなデザイナーかな、やたら女の子を口説くとき僕とコラボしようコラボしようっていうね、怪しい確かね浅戸秀隆っていう名前のなんだろうねデザイナーかクリエイターかちょっと忘れましたけれども、まあ、そういう人が出てきて、それでいかにもバカそうな感じでバカおしゃれな感じでな役を演じていましたよね、浅戸秀隆っていう人がね。だから多分そういう猫も杓子もコラボな時期がまあ一時期あったと思うんですよね。でそういう風潮を揶揄して、まあ格好はいいんだけれども中身は空っぽというようなそういうなんか頭悪い業界人をこうディスるような要素としてそういうセリフをいっぱい吐かせたのかもしれませんね。コラボしよう、僕とコラボしない、コラボしようみたいな、二言目にはコラボっていかにもバカ業界人丸出し、本当の業界人はそんなこと言いませんから、コラボ僕とコラボしようなんて言ってること自体ねアホですよね。でもまああれなのかな、使ってみたくなるような時期ってあるのかな、大人思春期みたいな28から32ぐらいだね。でね、そういえばもう時効だからあれだけど言っちゃおうかな、昔私が勤めてた出版社に結構ファッション誌出してた出版社なんですね。それで男性ファッション誌もありまして、でそこの編集部に配属されて嬉しいなったら嬉しいなだった、まあ、新入社員何年目の男の子がですね、クラブで結構飯配ってたらしいんだよね。俺ってさ、編集部、なんとか編集部の編集者なんだよね、みたいなことで、名刺ばらまいて、こう、ナンパしまくっていて、それで苦情が会社に来たというね、そういう、とほほな事態があったようなんですけど、まあ、また聞き、伝え聞きなんですけど、あいつね、あるあるわ、なんて思ったりもしたんですけれども、まあ、そういう感じ、なんかちょっと、一見世間的には、なんかかっこよさげな、なんかイメージ良さげな、イメージ良いというかなんかかっこよさげ、おっされ的な、そういう職業に就いたり、そういうなんか仕事をしていると、ついつい自慢をしたがっちゃうような中二病的、大人中二病っていうのかな、大人思春期、そういう時期の人って、やっぱいるんだよな、なんて思いましたけれどもね。まあもしかしたら私もそういう時期あったかもしれないので、ちょっとね、反省しているんですけれども、ちょっと行きがっちゃうんですね。まあ一発、な感じを出そうとしてね、まあさすがに私はコラボしようなんては言ってはいませんけどもね、恥ずかしくてまあただまあコラボというこのたった3文字の漢字じゃないやカタカナを使うに込められたちょっとおしゃれっぽいんだけどアホ臭い感じっていうニュアンスに対しての嫌悪感っていうのはなんとなく釜石さん喋ってるうちに分かってきました。そういうことだったんですね、おだちんさんコラボしよう、まあ最初はねこれ読んだ時なんかじいさんたち何若者のコラボ何目くじら立ててるんだって最初は思ったんです、正直ごめんなさい思いながら、でもちょっとコラボについて喋ってみようかななんて思って、多分本当に思いつきでベラベラ喋ってるうちにあそういえばそういえばなんていう風にどんどん芋づるしあなるほどねって喋りながら気づきました、じいさんたち、あかっこ失礼いたしました、私の人生の先輩たちがお感じになられたあのコラボに対する特別な、 なんか嫌悪感というか憎悪感って憎悪までいかないかもしれませんけれどもね、そういう嫌悪感というか なんか嫌だよねって、このなんかナウイとはまた違うちょっとね、ナウイなんて超死語だよねなんかそういうコラボに感じるちょっと思いっていうのがちょっとだけなんか喋りながら理解できたような気がします。喋ってみるもんですね。はい。ということで今回はですね、えんちゃんさんからいただいたコメントの主に返信したと思われる動画、マイルスの ESP、アトミンガスのワークショップという動画にいただいたコメントを紹介させていただきました。ということでまた他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。